次のトークは、星野勝さんによるパールがメインじゃない現場でもパールを使うパロテック現場編です。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあパールがメインじゃない現場でもパールを使うというタイトルで始めさせていただきます。よろしくお願いします。で、まず簡単な自己紹介なんですけども、ID マサルツです。で、Cパンとか GitHub も同じアカウントでやっています。で、今、ボヤジグループの中の、アディンゴという会社に所属しています。で、このアディンゴという会社が、今度の10月1日で、フラクトという会社名に変わる予定です。で、フラクトって何なのっていうと、このアディンゴという会社が経営している、SSP、セールサイドプラットフォームのアドテクのサービス名です。で、サービス名に会社名が追いつく感じになります。で、今日アディンゴ名刺持ってきてるんで結構レアになると思うんで、もしよかったらこの後名刺交換してください。で、さっきのセッションでも出てたんでちょっと被るんですけど、本当に皆さんここで大丈夫ですかってんで、僕ヤップシアルである宮川さんの話とか聞きたいんですけど、本当に大丈夫ですかね。あと子供にプレゼントを届けるようなハートウォーミングの話はありませんけども、問題ないでしょうかっていうので、もし迷ってる方がいたら、今日結論これです。最後にこのスライドもう一回出しますんで、これ見てなんかピンとこねえなって思った方いたら、今すぐまだ間に合うと思いますので、どっか他のところ行っていただければなと思います。大丈夫でしょうですか。大丈夫ですね。はい、じゃあ安心して進めさせていただきます。で、前提なんですけれども、 SSP って何なのっていうところ と、フラクトってどういうものなのっていうところを簡単に話そうと思います。で、自分もまだアドテク来て1年も経ってないのですごく雑な絵で、多分業界の人が見たらちょっと怒るかもしれないんですけど、簡単なイメージ図だと思ってください。で、ユーザーが、あるユーザーがあるメディアさんのサイトを閲覧したときに、SSP としてはそこに、Java Select の広告タグを置いてもらっています。で、ページが閲覧されると、Java Script を発動して広告の取得のリクエストが SSP に対して走っています。で、SSP は実際の広告を、取りに行くために、アドネットワークとか DSP に接続するんですけども、ここの矢印真ん中1本で書いてるんですけども、結構これ雑で、アドネットワークに対しては、事前に広告タグの入稿みたいなものを SSP の管理画面に対して行っています。で、一方、DSP との間では、RTB リアルタイムビッティングという、オークションが、ユーザーが、メディアのサイトを見た時にその場でオークションが行われています。で、ここは、ビットリクエストを送ってビットレスポンスを返してもらうみたいなやり取りがあるんですけども、この時 DSP がどういうふうに動いてるかっていうのは、この後のトークで、フリークアウトのボンヌさんが詳しく喋ってくれると思いますので、ぜひそちらをご期待していただければなと思います。このトークはボンヌさんの前座としてできる限りの頑張りをしたいと思います。で、実際にその広告の虫の方まで行って、最終的にユーザーに広告が表示されてインプレッションが発生し、クリックされたり購買されたりして収益が生まれるという構造になっています。 SSP 一般論でいうところなんですけれども、じゃあその中でフラクトってどういうものなのっていうと、アーキテクチャ図をこんな感じでイメージ図ですけど説明したいと思います。で、実際に動いている言語がこれぐらいあります。すごく多くて、で、パールは配信サーバーの一部、これ PHP とパールとアーランは、並列に並んでるわけじゃなくて、表のリクエストを PHP で受けて、裏のパールに回して、で、実際にその DSP に RTB の、ビットリクエストを送る場合のみパールのプロセスにさらにリレーするみたいな感じになっています。たくさんの言語が あるんだなということだけ、分かっていただければなと思います。で、この前提をもって本日の内容なんですけれども、主に3つの話について順に話していこうと思います。で、1個目、パールの現場というのは、これ僕の前職の話になります。長い間、パールを使っている会社にいたんですけれども、今年からボヤジに来て、そこで、PHP の現場でどういうことをしたかというのを比較して話したいと思います。で、それぞれの現場に共通している課題っていうのがあって、なんかやりたいこととか目標とかがあるんだけれども、そのためには現状が、現状に対してその制約がある。
で制約があるだけならまだしも、放っておくとその制約ってどんどんあの広がっていってしまって、どんどんその目標から遠ざかってしまうという中で、どうするかという話です。で、細かい部分は、実は、会社の、エンジニアブログに過去に書いたことがあるので、こちらも後ほどでも構わないので参照していただければと思うんですけども、実際に何をしたかというのは、プロダクトの管理画面は、GitHub、GitHub.com の、プルリクエストによる、コードレビューが行われています。でその時に、PSR っていう PSR2 っていうのが、パールでいうところの、パールベストプラクティス的な、コーディングのガイドラインがあります。で、それに沿うことを、コードレビュー時に例えばここのスタイルをこういうふうに合わせてください、あの改行をこうしてくださいとか、フォーマットをこうしてくださいみたいな指摘を、レビューする人が目視で行って、修正する人が手作業によって直していました。でそれってすごく手間のかかることで、見る人も大変だし直す人も大変なので、あのそれ一発でかませればいいんですけど、そういうものがないのかっていうと実際あって、PHP CS Fixer っていうものがあります。で、パールでいうところの、 あのパールタイディ的なモジュールです、あツールです。でこれ一発かければあのコードはあの整形されるんですけれども、今の状況においていきなりこ の, あのコマンドを適用してしまうと、あの既存のファイルが全部修正されてしまう。そうするとあの PR 投げた時にディフがひどいことになって、結局あのそ の, あのコードってレビューできなくなってしまうので、理想としては、リポジトリにそのライブラリが全部その PSR にのっとっている、のっとっている形で、自分の修正差分のみ、それが適用されれば、そのコードレビューのみ行えるので、そういうふうにしたっていう話ですね。で、パールの時どうやってたんですかっていう と, アプローチが全然違います。パールの時には、同じように社内の、ガイドラインがあったんですけれども、これって結構力技で、要は既存のものにあの一度全部フィクサーをかけてしまえば、後からかけるフィクサーは自分の修正差分のみになるなら、全部一気にかけちゃえっていうのがこの力技の対応で、こっちは、既存のものは一回ブラックリストとして分別しましょう。でそれをすることで、何かのガイドラインを設けて、そのガイドラインに沿うようなテストをかけたときに、自分の修正差分にそのテストに、そのガイドラインに反するものがあったらテストが落ちてくれる。で、これに関しては、2年前の FC でちょっと喋った内容があるので、一番下のリンク後で見てもらえればもうちょっと分かると思います。で比較するとこんな感じですね。課題はどちらも、人的なコストです。コードレビューの時に、目で見る方も大変だし、手で直す方も大変、またそれを、見逃すこともあるっていうところをどうにかしなければいけないんですけれども、どうにかしようと思った時に、どうしたかっていうアプローチで、力技で直すか、一回逃げるかっていうのは、規模感の差です。今回だと500ぐらいのファイルだったので一気に直したわけじゃないんですけど、何十個のファイル単位で徐々にフィクサーを適用していって、最終的に全部がそのフィクサーがかかった状態にした。で結果どうなったかっていうと、これアリンゴというか、ボヤジグループの一つの文化の象徴なんですけど、あのリポジトリに必ずメイクファイルがあるんですよ。なんかそういうふうに置くっていうあの慣例があって、どんなリポジトリクローンしてきてもメイクインストールが打てて、メイクテストが打てるみたいな感じのものになってるので、まあ、そこにメイクのターゲット1個足してあげたっていう形です。でこれをするとコードを書く、メイクのコマンドを打つ、でプッシュする、で PR を作る。そうすると、自分の差分のみ、フィクサーがかかった状態の、ディフができてレビューが進むということができるようになりました。で、一番大事なことは、コードがきれいになったこととかは本当どうでもいいんですよ。それは問題じゃなくて、ここでやるべきだったことは、コードの修正、スタイルの修正を、人が目で見てチェックして、人が手で直していたということを、自動化したということが、一番大事なことです。で、これが1個目のお話でした。で、2個目、PHP の現場で書いたものをパールにバックポートした話っていうのは、
ちょっと皆さんにお聞きしたいんですけども、リポジトリで空論クロスセットすることあると思うんですけど、空論の内容をなんか空論テキストみたいなものに書いて、それをコミットして、リポジトリにコミットして本番サーバーに、アップして、本番サーバーでそのテキストを元に適用するみたいなことをされてる方っていらっしゃいますか？あ、意外と少ない。これ前のところもで、今の会社でもいろんなプロジェクトだったんで割とあるかなと思ったんですけど、そういう状況においてどういうことをしたかっていう話ですね。で、これ間違いの場合と正しい場合の差って分かりにくいと思うんですけど、間違いの場合って7時に毎分動いちゃうんですよ。7時0分から7時59分に60回動くっていうのがミスで、これをどうしたかっていう話です。で、これもこっちは自分のブログに書いたのでさっきとリンク違うんですけれども、こちら後で見ていただければと思います。で、具体的にはドックテスト、そうですね、その空論のテストがテキストがあるので、そこに、コメントを書くことで、そのコメントを期待値にしたテストっていうものを、作りました。で、これ完全じゃないんですけれども、ある程度のミスは、防げるっていうところで、割とお手軽な再発防止策としてこれを、作りました。で、具体的に言うと、これは空論テキストの中だと思っていただければいいんですけど、2行期待値の行を書きます。で、なんで2行書くかっていうと、これを用いたPHP のライブラリで空論エクスプレッションというものがあるんですけども、そいつに空論の宣言を食わせると、ある時から見てその空論が直前に動く時間と直後に動く時間をメソッドとして提供してくれるんですね。なので、そのメソッドで、出る値とこのコメントを期待値としてテストの対象にしています。これだとテストが通って、こっちの場合、例えば2015年1月1日0時から見たときに直前に動く時間って7時59分なんですよ。でも、プレブのところの期待値が7時になっているのでテストが落ちる。で、テストの期待値通りにするためには空論の宣言を直さなきゃいけないっていうので、実際にこの、0とアスターを書き間違えてしまうっていう事故が、業務の中で起きたんですけれども、それの再発防止策として、こういうものを作りました。で、パール版どうしたのかっていうと、ぶっちゃけアップシー駆動開発で2週間ぐらい前に C 版にアップしました。で、パール版の場合はちょっと、期待値の部分が違っていて、パール版はもともとあったのが、ソンムーさんが作ったパースクロンタブっていうライブラリがあって、パースクロンタブはクロンの宣言を渡した後に、クロンの宣言を食わせた後にある時間を渡すと、その時間に動くか動かないかを審議値で返してくれるんですね。なので、これだ と、ギが返ってくるのでテストが落ちる、テストが通るためにするには宣言をこんな感じで直さなきゃいけないよみたいなことが書けるようになります。で、両方とも結局そのクロのシンタックスって別に言語環境によって変わらないの で、 で開発者がそれをうっかり書きミスってしまうってことは、どこでもあることだと思います。で、そのためにどうするかっていうところで、両方とも両言語ともクロの解析用のライブラリっていうのがあったので、それを使えば簡単なテストが作れて、少しは再発防止のミスが減るっていうことが、できるようになりました。で、PHP のやつは、業務で、起きた障害とその再発防止のためで、仕事として作ったんですけども、パールのやつは別に業務で使ってないんで、なんでそれ作ったのって言われると思うんですけども、皆さんご存知の通り、近年のパールこういうもの、徳島さんとか宮川さんとかがいろんな言語から持ってきたものによって、我々すごく恩恵を受けて、非常に開発効率が上がっているっていうこともあって、それっぽいことがしてみたかったっていう感じですね。カートンと同じような、言語輸入をしたかったっていうと、そんなことは一切思ってないですけれども、少しはそれに近いことができたのかなっていうふうに思っています。で、ちょっと半分過ぎてもいい、多分ちょうどくらいかな、20分過ぎるぐらい。これ昨日懇親会的にラリーと撮ってもらって、もうこの写真、このツーショットを撮れたので、僕のアプシはほぼ達成されてるのでこの場がどんなに滑ろうとも何も怖くないんですけども、引き続き進めますね。最後の話で、Ruby の現場の話です。で、これがさっき、DSP とはリアルタイムのビッティングをしている
一方でアドネットワークは広告タグの入稿を行っているっていう話があったんですけども、そこの話ですね。でこれ実際のフラクトの管理画面なんですけども、アドネットワークから入稿される広告タグっていうのがここです。ちょっと字が潰れてるかな。アドネットワークこの画面でこの画面を編集画面になって、フラクトではその、オペレーショングループの方々が日々アドネットワーク各社さんの管理画面に行ってスクリプトを発行して、発行したスクリプトをコピーして、この画面の編集モードにペーストしてサブミットするっていうのを1日何回何十回と行っています。で、そういうオペレーションだと、まあ、どういうことが起きるかって、やっぱり、違うそのクリエイティブに、同じ広告タグを入れてしまうとか、そういうミスが、起きたりします。で、それだと、運用上よろしくないので、それを検知したいという要件がありました。でそのために最初 Perl で書いて、その後 Ruby で動かし直したっていう話です。で、これ、事前防止はできないのかっていう案があると思うんですけども、重複していいっていうパターンもあって、なんかユニーク性を持たせて完全な重複を排除するっていうことはできなくて、あくまでいけないパターンを自己検知するっていうアプローチを取らざるを得ませんでした。で、Ruby の環境どこなのっていうと、ここです。レポート系でいくつかその PHP だったり Ruby のスクリプトが動いている中で、ここに1個、スクリプトを足すっていう、案件ですね。で、じゃあなんで最初から Ruby で書かなかったのっていう話もあると思うんですけども、それが、最初から Ruby で書いた場合に、まあ、想定していた流れがこんな感じで、上から下に時間が流れていると思ってください。で問題が、問題というか、考えなきゃいけないことがいくつかあって、主に3つですね。そのさっき言ったように、重複していいっていうパターンもあるんですよ。でじゃあ実際どんだけのものが重複しちゃいけないのかっていうのは誰も分かんなかったんですね。で一番最初にこの重複チェックしてよって言われた時に思いつくのは、ここのカラムセレクトしてきてループで回してぶつかったものを警告すればいいじゃんと思ったんですけど、したら2000件ぐらいあって、それ報告したらいやいやそんなにあるはずはないと、あ実はこのパターンの時にはいいんだよねっていうものがこうどんどん出てきたんですね。で聞いてくると何度も何度もそれが出てくるんで、結局要件が定まってなくて、どういうものが重複しちゃいけないかっていうのは、その、リストを出して、あこれは大丈夫重複していいっていうのをこう繰り返して絞っていくしかなかったんですね。で、そのフェーズを早くする必要がある。早くする必要があるのは、次のフェーズがあるからなんですけども、これもちょっと皆さんにお聞きしたいんですけど、何らかしらのメーリングリストに入っていて、よくわからないレポートとかアラートのメールが届くので、メーラーでフィルタリングされている方ってどれくらいいますか？正直に。そうですよね。アラートメールって、異常があった場合に届いたら、対応するっていうのが正しいアプローチなんですよ。でそのためには、最初に異常がない状態を作んなきゃいけないんですね。なので、異常がない状態を作るためには今の異常分を早くあぶり出して、とりあえずそれを直してもらってから、アラートメールを飛ばすようにしなきゃいけない。でそれをしようと思った時に、これ完全に僕自身の問題で、Ruby で最初からスクリプト作っていろんな要件に応えていこうとすると、どうしてもパールだったらこうやって実装できたのに、この複雑なクエリを書くにはとか、この正規表現を書くにはこのリストをここで回してとか、実際なかったんですけど、その例えばどっかに繋がない、どっかにリクエストを投げなきゃいけないとか、なんか一時ファイル保存しなきゃいけないとか、どんな要件があるかわからない中で、慣れないものでやっていくとすごく時間かかってしまう。で結果案件のその実際の運用稼働が遅れてしまうっていうのがあったので、実際はこうしました。結局その50件のリストを出したときに、それがすぐに治るかって言ったら
オペレーションの方たちが手で一個一個その重複を直していかなきゃいけないので、その時間がある程度あるっていうのは最初から読めてたんですね。で、逆に言うとその時間の間に、Ruby のものを作れば、最初からでなるべく早くその左の既存文の修正っていう項目にフェーズに移行してやることが大事で、これ、開発的にはパールで書いた後に Ruby で書き直してるんでコスト的には2倍になってるんですけども、全体のスケジュールは最初のスクリプト作成が早い分、早くなってます。で、コスト的にもその既存文の修正をしてもらった間に Ruby の開発ができているので、時間的なここの空白無駄な空白がなかったりして、結果的にこの方が、まあ、全体のリリースが早くいったので良かったと思ってます。で、最後に Ruby で書き直したっていうのはこの状況の中で何かのそのそういう、要件が、今後もどんどん増えていく可能性があった中で、まあスクリプトをメンテしていく必要があるっていう時になるべくその既存のメンバーが、メンテする障壁が少ない方がいいだろうっていうもので、パールで書いたものをもう一度 Ruby で書き直したっていう経緯です。で、実際どうなったかってちゃんとメールは普段は届かずにたまに来るとおっとってオペレーションの方たちがその場で対応していただくっていうフローがちゃんとできています。で、今週月間の休みだったんですけども、その間に何か1個要件が増えたみたいで、それを別な開発者が対応してくれていて、プルリクエストができてたので休みから帰ってきた後に LGTM するだけで済んだっていう、パール版だったら何かきっとタスクっていうかイシューだけ積み上がってて こっちにパスが回ってきたかもしれないんですけども、Ruby 版だったからそういうことができたのかなというふうにも思っています。で、全体的なまとめなんですけども、はい、やっぱ最後に出てきました、これです。結局、やんなきゃいけないことっていうのは、まあ、言語の問題以上に業務の問題としていろいろあって、何が大事かって、なるべくその無駄なことを減らしていくっていうのが一番大事なことです。で、そのためにどういうことができるかっていうのは、その時によって必要な技術を使ってやっていけば、いいと思っています。はい、ちょっと長くなったので、告知短くしますけど、いろんな、業務があるので、まあ、興味がある方は来ていただければと思いますし、これ知らなかったんですけど社内で結構バーがあって夜まで盛り上がってて、夜中頃になると CTO がいい感じのテンションで絡んでくれる、なかなかのファンキーな会社なので、もしよかったら絡みにしていただければなと思います。はい、長くなりました。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。質問ある方、よろしくお願いします。はい。はい。伸ばせるか。最後のお話で、パールのスクリプトを動かすのっておそらく本番環境になると思うんですけども、そこにパールの環境をどうやって整えたのかとか、その後どうやって撤収したのかとか、教えてください。パールの環境をどういうふうに整えた、本番でどういうふうにパールの環境を整えたかって話ですけども、パールのスクリプトがゼロじゃなかったっていうところと、あと、これ地味な話で、実はシーパーモジュール使いたいものがあったけどインストールするのが面倒だったんで愚直に書いたっていうのはあります。だからそこはちょっとやりにくかったですね、正直。ありがとうございます。他に質問ある方いらっしゃいますか。何か気になることでもちょっとしたことでも良いと思いますが、じゃあ僕の左の方の人お願いします。撤収することが分かっているパールモジュールを入れることで社内で何か通さなきゃいけない話とかありましたか。使い捨てのパールスクリプトをどうやって使ったかっていうご質問だと思うんですけど、それはやるなんて最初から Ruby で書けと言われたりはしなかった。そこはちゃんと説明、さっきの説明をまさにして、とりあえず早く進めましょうよっていうところ、まさにこの
この3ですね、こうなるからこうしたいですという説明をして、でパールの、スクリプトに関してはテンプなんたらみたいな感じのちゃんと後で消すよっていう意思を示し、実際最後にちゃんと消しました。で一時的なスクリプトですので、まあ早くこの辺動かしたいですっていうところは説明して納得してもらいました。切り替えの時はもう完全にパール版ができてから Ruby に切り替えたんですか、それとも途中でぐちゃぐちゃ残っているものを並行で走らせながら、まあ、結果が一緒だよねというようなパラレルテストにしてたのか。Ruby の切り替えどのタイミングでやったかっていうご質問だと思うんですけども、そうですね、8割9割できてパールでできてたものを、まあ、社協的に Ruby で書き直して、で最後にちょっとまた要件が入ってきたりとかしたところをは、まあ、Ruby の方を直すみたいな感じにしました。ありがとうございます。はい、あともう一つくらい質問いると思うんですが、どなたかいらっしゃいませんか。どうでしょうか、大丈夫ですかね。はい、それではですね、この投稿を終了とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。同時にあくまで長々しいですので、皆さん感想などをですね、ブログやツイッターでお寄せください。